本当に久しぶり、私にとっては久しぶりの試合だったのですごく緊張して、ナーバスな気持ちになってる自分と、でも久しぶりの試合だからすごくワクワクしている、エンジョイしたいっていう気持ちの本当にいろんな複雑な感情がこう自分の中にあったんですけど、まずはこの1試合、目の前の1球を本当に大切にこう思いっきりバドミントンを楽しみたいなという思いで今日コートに入って、終始本当に1球1球大切にしながらプレーできたかなと思います。 So what does this world championship, this one, mean to you? How are you feeling? What was the thought coming into it? Big stage again?My start line. Yeah, that it's not, まだオリンピックレースが始まったりとかしていて、自分の中ではこうもう周りは始まっているけど、自分の中ではこうまだスタート切れてない気分だったので、今日の一勝でこの大会からようやく自分のオリンピックへの道がスタートしたなという気持ちでいます。そうですね、本当にこのコートに立つのは難しくて、たくさんの人に助けられて、このまずはコートに立つことができたことを本当に嬉しく思いますし、まだ自分らしいプレーっていうのはちょっとしか出せてないので、本当に待ってくれてるファンの皆さんの前でもっといいプレーをできるように、もっと練習したいなと思ってます。